さあ、オリックスですけれども、今回の内容は新エース誕生ということで、今年もやりましたソフトバンク狩りということで、宮城投手がですね、本当に正真正銘の新エースだということで、素晴らしい今シーズン初完投ということで、118球の熱投が繰り広げられたというところでございまして、まあね、オリックスとソフトバンク今年もね、バチバチとさせていただけるんじゃないかなというふうに思ったんですが、やっぱ打つ方に関してはね、やっぱ主軸、レオとトング、そしてソフトバンクは山川近藤と、ここの2枚看板同士がですね、まあぶつかる、そんなシーズンになるのかなというふうにも、ね、思いまして、で改めてですね、試合中にこう西野選手もちょっとこう負傷退場というか途中交代とかもありましたけれども、そのあたりもですねどうなるのか、この動画内でですねお話しできる部分はしっかりとお話ししてですね、明日以降どういう感じで折り進めていくのか、そんなところまでつなげていけたらなというふうに思うんですが、今日はですね、7安打ということで素晴らしいですね。2桁安打とまではいかないですけど、まあ、打つ方に関してはもう全然ソフトバンクを、もう全然打ち合えてるというところでございます。まあ、スタメンもですね、こんな感じでございまして、まあ、宮城投手ということもあって、森さんがキャッチャーマスク被ってるんですが、まあね、西川龍馬選手を3番にということで、まあ、森さんも6番ということで、もう一つ下げてもいいんじゃないかと。ねえ、6、7番、6番龍馬、7番智也とかの方がいいんじゃないかなっていうのは、結構試合前では感じた部分だったんですけど、これね、宮城投手じゃなかったらおそらく若月選手がマスクを被ってたでしょうから、ちょっとね、トマヤの方も、悠長に言ってられないなと、そんな状態になってるわけですけども、今日はね、ポイント、まあ、4つほどありまして、まず1つがですね、もう何を隠そう宮城投手でございます。素晴らしい防御率 1.48 と、いうことで今シーズン初めて、完投ということでございまして、奪三振も11と、素晴らしいですね。本当に、被安打も5ですけれども、まあソフトバンク特にやっぱ近藤山川、ここが本当すごいなというところで、そんな強力のね、打線も一人で、封じ切ったということで、昨日に関してはマチャドが買いまたいでですね、吉井さんも投げたっていうことなんで、ブルペン陣を本当に救う、昨日ね、ノムが緊急登板をしてなかなか厳しかったっていうようなこともありましたけども、ただの一勝ではないということで、中島監督も本当に宮城投手にですね、感謝しきっても、しきれないんじゃないかというふうに思いますけれども、そんな中でですね、やっぱポイントで言うと、まず一つがですね、これはまあそんな大それたポイントでもないんですけど、まあ中村晃選手がですね、登場した時に、登場曲が、エド・シーランのシェイプ・オブ・ユーなんですね。はい。で、オリックスでエド・シーランで、シェイプ・オブ・ユーって聞くとどうですかね、増井さん思い出すと思うんですけど、まあ、シェイプ・オブ・ユー流れるとね、ちょっとやっぱ劇場、そわそわするオリックスですが、やっぱソフトバンクは違いますね。もう、代打の切り札ってちょっともったいないです。ほんとスタメンでは使いたいと思うんですけど、もう大歓声ですよ。だからもう、同じチームでも、同じ曲でもですね、こうも違うかと。ということで、そこをね、シェイプオブユー、どこの球団でもやっぱ、いろいろこう思い出があるんだろうな、というふうに感じたんで、ちょっとね、最初にお話しさせてもらいましたけども、やっぱ最終回が一番の、まあ、目玉だったんじゃないかなと、個人的には思っていてですね、これ一塁にランナーがいる中で、4番の山川選手がですね、センターにヒットを打つんですけど、これね、まあ、一発同点なわけですよ。だからやっぱ長打狙うのがすごいこう山川選手としては選択肢にはあったと思うんですけど、これね、軽打に切り替えてるんですね。はい。で、これなんでなのかっていうと、後ろ近藤選手だからですよ。近藤選手の方がやっぱこう、繋がられてっていうのもありますし、一発でさよならっていうのもあるんでね。しかも今日ホームランも打ってると、いうことで、ここのやっぱギアチェン、山川選手ちょっとめんどくさいなというか、本当にギータももちろんね、今までいたんですよ。宮城目線で言うと、今宮選手とかもすごい相性悪いですけど、やっぱ4番の山川、5番の近藤、この辺がですね、なんか僕は2番近藤の方がいいんじゃないかとか思ったんですけど、5番に添えている理由みたいなのが、すごくこう、痛感したというか、なるほどなと、たまらんなということで、ちょっとやっぱ、ねえ、大型補強で又吉選手とか峰井選手を獲得してきましたけども、ちょっとこう、毛色が全然違うのかなってことで、かなりなんか別格だなというふうには感じました。で、実際にも、近藤選手、
にもホームラン今日打たれてるんですよね。で、球種で行くと、まず1球目にインハイのまっすぐ、これ攻めて、緩急50キロ差のカーブなんですけど、これをですね、近藤選手を打つということで、正直、宮城投手としても、そして友也としてもですね、選択肢は全然間違ってもないし、緩急っていうのは宮城投手の、まあ、一つの武器なんで、全然そこは問題ないんですけど、まあ、単純に打った近藤選手が凄すぎるっていう感じですね。これはもう、やってられないというか、で、宮城投手も打たれてちょっとっていう感じだったんですけど、それ以上に悔しがってんのがキャッチャーの友也だったんですね。で、これを見ても結構胸が熱かったというか、ね、宮城投手のまあ専属みたいにはなってますよ。で、単純にやっぱ若月選手よりも友也との方が相性はいいんだろうなっていうふうに思いますし、ただやっぱり1割6分台ということで、かなり友也としても打つ方で、結果が伴ってないっていう中で、キャッチャーとしては全然腐ってないというか、本当にそれとこれとはまた別っていう感じで、素晴らしく切り替えられてるんで、なんかその辺がですね、なんか友也頑張れよと、まあ、一こう森さんファンとしてですね、感じた。そんな場面だったんですね。めちゃくちゃなんかこう、胸熱だった。そんな瞬間でした。打たれたんですけど、おー、いけるぞと、頑張れよと、いう感じだったんですよね。はい。なので、まあ、ソフトバンクは、近藤選手だったりとか、山川選手が、まあ、割と脅威だなというふうに思ったんですけど、冒頭ではですね、そこに、こう、対になる形で、オリックスで言うと、レオとトングだなという話をさせてもらいましたけれども、まあ、今日もシュワート、ね、天敵というか、まあ、開幕カードでも当たった、投手だったんですけど、まずですね、これ、龍馬3番ですよ。龍馬に対しては、もうスプリットとまっすぐの、もう2ピッチですね、4球目、5球目、めちゃくちゃいいところに決まって、これ打てへんでっていうようなボールだったんですけど、セデーニョはですね、これね、同じ攻めだったんですけど、スプリット、ストレート、そしてカーブということで、ちょっとこう違う球種も混ぜながらなんですけど、まあ、そんな甘くないんですよ。で、2球目のスプリットが、ちょっとど真ん中に来たんで、ちょっとやっぱスプリットやめようかなってことで、海野選手としては、カーブを選択したと思うんですけど、それをね、見事にレフトにヒットを打つということで、チャンス拡大です。1塁3塁になったんですよね。で、正直、この時に、まあ、ランナーに2塁に、周平がいたんでね、1塁空いてますから、まあ、ちょっとこう、敬遠気味申告まではいかないですけど、キワキワ攻めて、結果的にはフォアボールっていうのがなんかあんのかなと思ってたんですけど、しっかりと勝負を、ソフトバンクを選んだと、いうことで、これでね、まあ、一塁三塁になったっていうのがすごく大きかったのかな、というふうに思いました。とはいっても、まだ一塁三塁、点入ってないですからね。まだ5回ですよ。シチュワートとしては同点なんで、ここ抑えたら、まあ、味方が逆転すれば、勝ちの権利が、出てくるということで、球数的にも100球前後だったんで、まあ、解説の方もですね、どれだけ球数かかってもいいから抑えていきたい。そんな場面だったと思うんですけど、トングーがですね、見事に、ライトにヒットを打つということで、3球続けてまっすぐということで、155連発だったんですけど、1球目、2球目がですね、まあ、すげえいいボールだったんで、キャッチャーとしてもこれまっすぐで押せるなというような、段階だったと思うんですね。で、見ててもちょっとまっすぐ行かれたら、ちょっときついなと思ってたんですけど、ど真ん中はさすがにってことで、ただこのど真ん中でもライトに飛んでいったんで、相当やっぱ球の威力、スピードっていうのは走ってたんだろうなと思ったんで、コーナーがね、ちょっと甘く来たから、まあ打てたっていうような、感じだったと思うんですけど、それでもね、頓宮としてはこれ打てんのすげえなっていうことで、改めてちょっとプロ野球選手、マジですごいなと思いましたよね。この2球どう考えても打てないような雰囲気だったんですけど、ど真ん中とはいえ、しっかり外野に運んで点取れるっていうのは、なんかすごく、プロの凄さっていうのを感じた。そんな場面だったんですよね。なので、ちょっとやっぱり山川近藤 VS レオ頓宮っていうのが、今シーズンオリックス対ソフトバンクの、まあ、こうバチバチな対立の争いっていうところで言うと、構図としては、なんかこう現れるのかな、なんていうふうには思いました。で、あとはね、ポイント、これ二つ目がね、レオとトングーっていう話なんですけど、三つ目がね、これ3番西川龍馬というところなんですよ。これをどうするのかということですね。冒頭では6番ぐらいに、下げた方がいいんじゃないかと。で、昨日の動画では3番トングーの方がいいんじゃないかというふうに思ってたんですね。で、これは正直僕も、今でも変わらないですね。3番トングーでもいいのかなというふうに思ったんですけど、今日は2本龍馬がヒット打ってるんですよ。で、まあ、長打も出てっていうことで、又吉投手相手に、まあ、変則って結構左ピッチャーね、左バッター打ちやすいですから、
龍馬もすげえいい当たりでホームラン寸前ということで、まあ、又吉投手打ててよかったなという感じなんですけど、僕はね、やっぱり今でもやっぱ3番頓宮、4番セデーニョ、で5番龍馬の方がどうせ組むならいいのかなっていうふうに思ってるんですけどね、この辺がちょっとやっぱりこう、人によって分かれる部分かなとは思うので、今日結果出ましたからね、ここに関しては、まあ、本当に一つのきっかけ次第だとは思うので、これをきっかけに大暴れしてほしいなというふうに思ってます。そして最後ね、ポイント4つ目ということで、1、2番コンビが躍動ということで、素晴らしいですね。ここ3年間、まあ1年目ね、中島選手1年目は福宗正杉ということで、1番、2番、機能しましたけども、2年目、3年目ってなかなか1番がね、固定できずに、2番は宗さんいたんですけど、いなくて、まあ、最終的には周平が、になったっていうような感じだったんですけど、もう、周平しっかり、西野さんしっかりが本当に素晴らしくてですね、長打も出てっていうような、状態でした。一方でですね、序盤のところで、この後にですね、西野さん、途中交代してしまいますということで、足立選手に変わるんですね。はい、変わる理由がないですから、場面が場面なんで。で、蓋開けてみたら、ハムストリングスに違和感ということで、もうやっぱついに来ちゃったよ。ほぼ毎年ね、好調の時にはハムストリングス痛めがちと、いうことで、まあ病院に行くとかではないんでね、様子見ってことだったんで、なんとか2軍に降りずにですね、ちょっとこう休憩挟みながら、やってほしいなというふうに思うんですけども、まあケータも離脱して、西野さんもってことになってくると、セカンド誰守んねんと、サード、ムネさん一択になるぞ、ということですね。太田亮選手だったりとか、マーゴ、いますけども。まあ、これね、3割3分ですよ。結構痛いですね。なんで、ちょっとこの辺はどうしていくのか、またね、明日の動画とかでも入れ替え候補っていう形でお話できればな、というふうに思うんですけど、まだちょっと様子を見てみないとわからないですから、ここはね、どうなっていくのか、非常に今不安もありながら、ぜひ、1軍でまたスタメンで出てほしいな、というふうに思ってますけれども、こんな感じでね、今日の試合についてはまとめていこうかなと、思います。ということで、改めていかがでしたでしょうか。今日は本当ね、投げる方、宮城投手が新エースということで、118キロ熱投で、ソフトバンクを、任したということで、なんとかイーブン、1勝1敗、1引き分けということで、ソフトバンクとしても、オリックスとしても、勝ち越せたなと。そんなカードだったんですが、オリックスが敵地と、いうことを考えるとですね、十分やった方なんじゃないかなというふうに思っております。まあ、改めて、今日の試合、そして今カードについて何かね、思うことがあれば、ぜひぜひね、コメント欄でお越しください。ということで、今日のお話はね、以上でございまして、最後までですね、まあ、聞いてくれて本当にね、ありがとうございます。次回も、まあ、オリックスについてね、お話ししていきますけれども、まあ、この動画のグッドボタンだったりとか、まあ、チャンネルの登録とかですね、X のフォローとか、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。